第一ヒントちょこっとしか映りませんよ、はい、このキャラ誰だ。おお、なんだこれは。ビラビラしてますよ、ビラビラ。はい、あ、これはこれはでもいけるんじゃないか。あ、誰。西城秀樹。西城秀樹。西城秀樹。年ごまかしとるな。あ、ビラビラで西城秀樹。これこれ、はい、フリンジね。はい、違います。絶対40代でしょ、あなた。違います。違う、ね、最初秀樹見たことない。秀樹さんもうちょっとキラキラしてるんじゃないですかね、はい、白一色でしたよ。白一色がかなりヒントですよ。山下チーム、はい、と大王イカ。大王イカ。あなた今年ね NHK スペシャル見すぎや。今年ね俺も見ちゃうけど大王イカすごかったもんね。でかいからね。そうそうそう、大王イカ残念です。残念です。じゃあ正解出ませんでしたので第2ヒントいきましょう、はい。このキャラ誰だ。さあ来た。あ、髪が髪の毛です。髪が長い。髪の毛が、ああ、白い装束に消えちゃった。もう入ってきた。はい、武田総主。正解。正解、貞子。はい、じゃあ貞子登場していただきましょう。第2ヒントで当てられてしまいました。あ、それ当たるわね。貞子誰、誰、貞子は誰なの。誰、誰なの。誰、誰、これ誰。怖い。誰、誰よ。誰なの。ごっつい貞子や。すごい、ごっつい、なんか肩の筋肉すごい貞子や。誰、誰、誰、すいません。うわ、怖っ、怖っ。顔、すいません、怖っ。でかいもん。顔見せてもらっていいですか。顔見せてもらっていいですか。顔見せてもらっていいですか。怖いから。だ、ね、まだわかんない、まだわかんないよ、まだわかんないよ。千賀投手でした。千賀投手、千賀くん、ちょっと顔を見せましょうか。もうちょっと千賀投手やるキャラじゃないと思ったんやけど。うわ、これはびっくりしましたね。今まで仮装とか経験はある？ないです。貞子の仮装してみてどうやった。嫌でした。嫌でした。あー、でもみんな感動してましたよ、千賀くんって分かった瞬間に。ね、快感ですね。まあ、やりがいを感じれたかなと。いちいち開けて答えですよね。めんどくさいですね。はい、ということで千賀選手ありがとうございました。ありがとうございました。そして第2ヒントで正解ということで武田選手チームに30点加算、同点になりました。はい。